やっほー。わー、たくさんの人が来てくれてる。みんなー、聞こえるかーい。多分僕はまた音質が悪いと思うけど、あっちゃんがもう来ると思うので、あっちゃんを待ちたいと思います。あっちゃん、やっほー。あっちゃんを待ちたいと思います。このためにが、いやもうね、ほんま、お風呂入りましたよ。お風呂入って準備してました。あっちゃんを待ちたいと思います。さあ、益子くんはまだ来ないんでしょうか。あっちゃんが来たらね、コラボをしたいと思います。ビジュイ やってんすよ。すいません、ちょっと調子乗りました。益子くんがまだ来ないんですよ。来た、湯上がり男子。はい、来ました。あっちゃん、リクエスト送って。今日は時間ないんだから。グッテリックエスト。アーカイブ残してほしい。じゃあ。おい。お前前髪下ろすね。でね。もう言ってくんないじゃん。前髪下ろすのは俺だけだ。本当だ、珍しいね、なんか。珍しい。珍しい。ビジュイ。え、ビジュいい。ちゃんと褒めろ。え、マジビジュいいよ。ほんと？うん。髪色変えた？あ、超えてない、超えてない。変えてない、だよね。まあ、リップは塗ってるえ、けど、お風呂上がり。さあ、皆さん、ついに今日来ましたよ。来ましたね、第2話。第2話です。皆さん、第2話。え、聞こえる？聞こえるよ。え、髪色変えた？本当にあ、たじくゃ、さん髪の、じゃない。髪切った？ない気だから。あ、切ってない？切ってない、マジで切ってなんか雰囲気変わったね。ない。皆さん、いよいよ本日、ドラマ、体感予報、第2話でござ2話。います。第1話はね、本当にみんな、たくさんの方に、すごく、応援していただいて、めちゃくちゃ本当に、ね。めちゃくちゃ嬉しかったです、本当。ほんと、一で緒もにあね、りが皆とうございさん、ますって言おう。でも皆さん、こっからですよ、本当に。無視すんなよ。なんで、なんで、なんで？え、一緒にありがとうございますしよああ、いいよ。お前さ、何？なんで横そんなぺっちゃんこなの？じゃあ、美容室行ってきて、さっき。お前、インスタライブに気合い入れすぎ。いや、入れるだろ。だって5000人ぐらい見てるよ。ねえ、俺ら5000の。人の方がずっと、しかも、ずっと見てくれてるって最高だよ。だって、この目の前に5000人キャパのさ、会場だと思ってみ。確かにね。それすごいよね。嬉しいよ。でもあっちゃんが今日かわいいじゃん、なんか。かわいい系だね。そう？りがとう。そうかな？かわいい系、なんか。本当に？でも、浩で平もも、今日可愛い系じゃ今日、かわいい系？ない？どちらかというえ、と。普通にドライヤーで前髪下ろしただけで。あ、本当？あ、お風呂上がり？そう。お風呂上がって、で、前髪をちょっとこう、パッパッパって下ろした。あ、そう。うん。なんかセットしてるように見えるね。やっぱ、皆さん、ドラマ、体感予報が、本日、深夜、第2話です。そして、なんとね、TVer、第1話ではね、3日間連続で、トップ10
入りをずっとしてたんですよ。最高はランク5、6まで行ったっていうことで聞いてね。6位。6位で。6位まで行ったのかな。そう。本当に3日間ね、そのトップ10に残るの、マジですごいことらしくて。へぇ。教科書飲んじゃないかって思うぐらい、すごいです、これは。ああ、そうなんだ。いや、それぐらいすごいらしい。お前、俺の真似すんだ。なんだよ。いいじゃんね。真似したって。え、はい、何でしたっけ？体感予報、ドラマ体感予報がさ、うん、本当に、ぜひね、皆さんのお力でね、うん、なんかさ、TikTok の切り抜きとかあるじゃん。うん。うん、なんか、あれ、だるない？切り抜き？いやー、まあ、こういうインスタライブってこと？なんかね、とか、まあ、なんかドラマ体感予報の、うん、なんかその、映像を切り抜いてさ、うん、こう、出してる方とかもいらっしゃる。うん。なんか、だるない？え、だるくはない。いや、ボケやん。そういうボケやん。いや、分かってるよ、分かってるよ。通じになった。え、通じなくなった。いや、だから、つまんない男になってきてる。つまんなくないよ。あと、でも、だるいよ、やっぱ。もう遅いの。今だるいって言う、今だるいって言ったら本当にだるいぞ。今だるいじゃない。ごめんね、ごめんごめんごめん。え、でも本当に、うん、たくさんの方が見ていただいたっていうのは事実なの。いや、事実です。でもね、皆さん、ここからドラマ体感予報たくさん盛り上げていきましょう、一緒にね。マジでまだね、はい、2話が始まる直前ですし、残りあと6話もあるからね。あと7話ですね。7話だ。あとね、残り、はい、あとね、TVer のそのアプリで、お気に入り登録をすると、はい、その配信直後にそのスマホに通知がいくらしいから、それって便利なものになるし、はい、そのやっぱお気に入り登録していただくと便利なことが増えるよっていう意味合いで、ぜひぜひそちらもしていただけると嬉しいですね。お願いします。お願いします。そちらもしていただけると。はい、撮った方がいいな。いや、近いですか？で、お気に入り登録してます。やりますね。なかなか強者ですね。ありがとうございます。いや、本当に、皆さん、たくさんの方が、僕たちのね、うん、切り抜きだったり、なんか動画作ってくれたりね、本当いろんな、ことをしてくれてるので、はい、僕らは感謝しかないですよ、本当。本当、ありがたいです。なんかさ、昨日さ、一人でインスタライブしてたじゃん、あっちゃん。やってた。浮気してたの。あー。ほら、やっぱりみんな怒られるんだって。これでしょ。それそれそれ、なんか浮気してたじゃん。そう、いや、なんかこれ可愛いなってちょっと思っちゃって仕方なかったんだよ。お前さ、なあ、可愛い子ぶんだお前、自分が可愛い子ぶったことを分かって顔真っ赤になってる。いやいや、やめてよ。はずすぎて声出てないじゃん。やばい、うん。でもね。お前、なんかちょっとあざといことをしようとすんの。めっちゃ考えてんだって。こっちもこっちで。あ、そうなん？そうだよ。ごめんごめん。このね、魚が取りかよく。僕はね、声がこもるんですよ。ね、こもってるよね、やっぱ。俺ずっとこもってる。俺もこ、まあ、許して。いや、あっちゃんはこもってないよ。ほんと？聞こえやすい？うん。うん。あとね、なんか、公式にさ、うん。
昨日かな、アップされたなんか水木がこう後ろからバックハグしてるやつ。あんじゃん。なんすかそれ。え、見てない？え？あの台所でさ、水木が陽のことをハグしてる撮影中のオフショットみたいなの上がったんだけど。ああ、上がった上がった。ショット。なんかあれ、僕の顔がね、なんかすごい視聴者に対してマウントを取ってるみたいなコメントがめちゃくちゃ来てるらしくて、公式の方に。まあ僕の役目はね、あのマウントを取り続けることだと思うので、羨ましいだろうみたいな。そんな、僕もね、マウント、なんならそんな、うん、みんなダヨちゃんにハグしたいんじゃない？やっぱ。そう思っていただけたら、幸ですが。なるほどね。うん。え、ちなみに、浩平、今日は何してた？今日は、まあ、ちょっといろいろ予定があって、おで、あっちゃんとのライブを楽しみにしてた。まあ、忙しいよね、浩平は。いやいや、全然全然。あっちゃんの方が忙しいよ。うん、うん。だって、あっちゃん、そうですよ。皆さん、この益子敦貴くんは、こうやって俳優業もね、やりながら、やっぱりダンスボーカルグループの、ほんと僕大ファンなんですよ。あ、そう。浩平ね、めちゃくちゃ曲も聴いてくれてるし。僕、ほんとに、益子くんが所属してる、その、グループがすごく好きで。ありがとう。ずっと聴いてるんですよ。マジでありがとう。YouTube とかもすごい見てて。YouTube つけてまま寝ちゃったりとか。いや、そうそうそう。だからそういうのもあって、だからただなんか、本当にご共演できるってなった時、すごい嬉しくて。ありがとう。そうなった時に、もうこれは言ってやろうと思って、言おうと思ったことがあって。はい、ジョニック大好き。ジェニック！だから、ジェニックだよ。大ファンなんだよ。AIC ジェニック。え、大ファンなんだよ。いや、いや、それは知ってる、知ってる、知ってる、知ってる。だ大ファンで動画見てんだよ。うん。ジョニック。ジェニック。あ、ごめんね。だから、ジェニックだって言ってた。ごめんごめん。ジェニックだった。いや、このノリ毎回やってる気がする。ジェニック、ジェニックです。でも、だと。いや、そうなんです。ぜひね、曲とかもすごく爽やかですし。はい。だから、ぜひ聴いてください、皆さん。ぜひぜひ、ライブに来てほしいなってめちゃ。本当に本当に、皆さん一緒に行きましょうよ。ね。来て来て。うん。ライブ、これを機にね。ダヨちゃんのライブをみんなで一緒に見に行きましょうよ。ありがとう。イエイ。ありがたいよ、それは。でも今日はね、ちょっと時間がないんだよね。時間？うん、ライブの時間。ライブの時間？うん。そんな長くできないんだよ、俺が。そうなの？うん、俺、これ別にボケじゃない。あ、ボケじゃない。ガチガチ。5分には、俺20分にはちょっとね、今日切っちゃうの。え？え？聞いてない？聞いてない。あ、ガチ？え、ガチで？あ、俺はガチガチ。だから、そのままあっちゃんやって。あ、いやいやいや。いや、いや、ガチガチ。本当にボケじゃない。本当にボケじゃないの？ボケじゃない、ボケじゃない。あれ？うん。あれ？マネージャーさんから聞いてない。聞いてない。あ、そう。じゃあ。まあまあまあ。やばいし。うん。マジで？まあ、25分にしようか、じゃあ。5分、15分、うん、まあでも、俺一人になってもね、そんななんかずっと喋り続ける能力は僕はまだないし、僕も25分ぐらいに切り上げようかなと思います。でもね、今日は、うん、ドラム大会の方みんなで一緒に見るもんね。皆さん、5300人も来てくださってる皆さんね、はい、で、絶対第2話は TVer のドラマランキング1位を
撮りたいなと思います。確かにね、それ撮れたらやばないね。嬉しいだろうな、すごいだろうね、うん、ぜひみんなそのランキングを勝ち取りたいのもそうですし、まあいろんなね視点で見ても楽しいと思うので、単純に確かにね、うん、まあその TVer だけじゃなくて Unext とか Hulu とか、はい、DMMTV とかでも見れるし。だからね、第2話はねどうすか。第2話はまあなんといってもダヨちゃんにとってはねライバルが来るんで。そうなんですよ、うん、第2話ね、日吉彩香という、はい、日吉彩香です。はい、日吉彩香さん、日吉彩香さんという、まあ、ライバルがね、うん、現れるんですよ。本当にあれはね出られますよ。はい、ちょっとまた新たな恋心がこじれるというか、うん、そこも楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。いや思います。でもさ、俺1話見てめちゃくちゃ思ったんだけど、うん、のそのなんだろう、あの気象解説員はいやってる姿とやっぱダヨちゃんに向けてのなんだろう声色とかもそうだし、やっぱすごいね、全然違うから。本当？うん、あれはあ、なんか、うん、俺のなんだろう、だちっていうのかな、わかんないけど、なんか あんま全つまんない、つまんない人だよ、つまんない人が来て、うん、ケイトっていう、スナケイトっていう。スナ君俺のダチがまた来てくれたんだけど、はい、まあまあでも、まあつまんないからまあまあまあ無視しとくか。え、ああインスタライブにっていうことね。今来てくれた。あ、そうなんや。スナ君お世話様です。お世話様です。お世話様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。そう、だから第2話は、あれですよ。あの、皆さん、なんて言えばいいのかな。こう、ダヨちゃんもまたね、いろいろね、ちょっと、嫉妬というか、まあ、いろいろね、感じちゃうことがあるんだよね。はい。だからちょっと、そこも可愛いので、皆さん、ぜひ見てください。お願いします。お世話様です。え、来てる？コメント？あっちゃん、え？コメントの見方変すぎる。なんで？お前こうやって見てる。違うのよ、目がね最近悪くなってきたんだよ。だからってこうやって見んなよ、おばあちゃんすぎ。違うの、俺携帯でやってるからインスタライブ。俺も携帯だわ。え、携帯なの？携帯だろ、携帯以外何？え、そんな画質いいの？携帯で？あっちゃん画質いい。え、俺全然良くないよこれ。なんならあっちゃんの画質いいよ絶対。いやいや、そんなことないよ。めっちゃ画質いいやん。え？違う、肌が綺麗なんだよ。浩平ちゃん。は？え、違う違う。画面の問題じゃん。画面の問題か。うん。画面が明るい暗いじゃん。なるほどね。変な加工すんの。変な加工をすんの。いや、そうなんですよ。ございます。マジで。うん。だから皆さんのね、本当たくさんの応援のおかげで、第2話もこうやって、見ていただけると、また盛り上がれるかなと思いますので、たくさん見どころはありますので、ぜひ楽しみにしていてください。あとさ、やっぱ、なんといっても、オープニングとエンディングの曲もめちゃくちゃいいわ。いいね。俺、ずっと聴いても。うん。うん。そう、浩平めっちゃ歌うまいんですよ、皆さん。俺、マジ一番。マジで変なこと言わない。いや、変なこと言わないよ。でも、なんかこう、撮影の合間とか、鼻歌歌ってて、浩平が。そうだね。めちゃくちゃ。
え、普通にめちゃくちゃうまくて。もう、打ってマジで。変なこと言わんといて。ちょっと、浩平がガチで歌ってるやつとかも見てみたいよ、今度。絶対嫌。だってうまくないもん。え、うまいよ。じゃあ今度カラオケ行こう、みんなで。ね、行こう。カラオケ行くなら行くわ。うん。うん。いいね。普通にカラオケは行く。うん。じゃあカラオケ行こう。ね。行こう。うん。楽しみにしてる。俺も。じゃあ今日の見どころは、じゃあ、あっちゃんどうぞ。何今日の見どころあっちゃんどうぞ。あ、今日の見どころ今日の見どころ星を仰ぐってお前、俺とお前の18番やんお箱俺と綱君のお箱星を仰ぐって須田まさきさんのみたいな。あ、そうなんだ。須田君2人でカラオケ行ったら絶対これ歌うっていう。あ、そうなんだ。じゃあ、あっちゃん今日の見どころ、なんでおらんだったん？関西弁が出てしまった。なんでおらんだったん？怖い。あいつ怖すぎる。怖すぎる。めっちゃ怖いやん。え、なんでおらんの？めっちゃ怖い。何してんの？本当に一体。あ、帰ってきたわ。いや、ごめん。うん。間違えた。なんで間違えろ。いや、コメントをこう、上に行こうとしたら、なんか横に行っちゃった。何？横に行って消えた。消えた。インスタライブ 2回やって2回とも消える人初めて見たんで。てか他の人のそのインスタライブに行っちゃった。俺そっちにコラボするのかと思っちゃったよ。でもあれだね、俺と浩平の。え、でもじゃないんだよ。次行けないから。え、でもじゃないんだよ。ごめんなさい。ごめんなさい。ただいま。はい、お帰りお帰り。まあでも今回の見どころとしては、それこそだよちゃんがね、嫉妬に嫉妬を重ね、寂しさに嫉妬を重ね、こうお酒を飲むシーンとかもありますから。はいはい。そんなね、お酒でちょっと溜まってたものが出て溢れ出てしまう、なんかセリフとかにも注目してもらいたいですし、はい、そこでまたね、水木のかっこよさが見れると思うんで。見れますか？見れます。今日も見れます、ね、見れます。よかった。じゃあ皆さん絶対に見てくださいね。見てください。本当に第2話も第3話もですけど、ちょっと面白いここから展開になってきますので、皆さん、はい、ぜひ盛り上がってくれると僕はとてつもなく嬉しいでございます。僕も嬉しいです。なのでよろしくお願いします。はい、ではスクリーンショットタイムをやって終わりますか。ね、スクショタイムなんだっけ、なんか言ってたな。スクショタイム、スクショタイムなし。いや、あり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 。ヘロ？お、ね、サキだ。ね、そうだよね。あ、うん、先輩。サキ、ありがとう。サキ、サンキュー。先輩、僕の先輩。お、そうなんだ。はい、あっちゃんの先輩なの。僕の ABEX、僕 ABEX 所属なんですけども、その、アーティストの先輩ですね。フェイキー。じゃあ一応俺も先輩か。後輩。あ、俺後輩か。俺後輩だった。あんたは後輩です。じゃあスクショタイムですか。はい、あ、魚出してって書いてあるから魚出そうよ。魚
魚わかんないんだよ。ちょっと魚か鳥かよくわからんこの子。魚なのか鳥なのかちょっと決着つけ。おお。こっちしかならない。うん。みんな見て。これ。どう思います？ああ、ごめんごめん。片組みじゃあちょっと25分なんで。そっか。うん、僕はちょっと一回去りますね。俺も去るよ。あっちゃん一人でやるの？いやいやいや。だって、まあ、じゃあ皆さん、本日はインスタライブ本当にありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、本日からまたドラマ体感予報、第2話始まっていきますし、あと、これからもね、ぜひぜひ皆さんで TVer でもたくさん盛り上げていただけると、とても嬉しいです。そして、コメントも、動画だったりもすぐ届いてますので、皆さん、ぜひ、楽しみにしていただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。ではでは、またねー。またね。おやすみ。ちゃんと見るんだ、体感予報。ちゃんと見るんだぞ、みんな。バーイ。あちゃん、ね、バイバイ。バイバイ。また後でね。おやすみ。おやすみ。バイバイ。また後でね。あいよん。バイちゃ。バーイ。おやすみ。おやすみ。おやすみなさい。